現在都市は魔女教徒の掌中にある状態です。もしかして銀髪の乙女との結婚式って私のこと？分かっていただけたようですので、今度こそお着替えを。スバル、男性ですか？私の騎士様なの。ゼラを晒しておるのか？ウィシラが？まさか水路に落ちたか、反乱でもしたとか。その通りですよ、夏希様。リリアナ、無事だったか？大水門から流れ込んだ水が都市の一切合切を押し流していったのじゃ。バッシが、ある。なんでするそれ。声は上げるな。竜の血、ルグニカ王家に神竜が授けた3つの至宝の1つじゃな。枯れた大地に宝珠を集わぬ病を。随分と万能そうだな、竜の血。どうやら足以外の傷は治らんと見える。カジュアルに人刺してんじゃねえ。それで他のみんなはどうなったんだ？不幸中の幸いは、一遍開いた水門がまたすぐ閉じたことです。なる滞在司教からは新たに3つの要求が突きつけられたようじゃが、この町に眠るとされる魔女の遺骨に加え、英知の書と人工精霊の引き渡し、そして銀髪の乙女との結婚式。ああ、くそ！負けてられ、勝ちくしょう！あれ式のことでは心は折れぬと、そういうことか？形勢を立て直して、今度こそ連中をこの年から追っ払う！気概は悪くはない。アジル？これが今、都市に跋扈する醜悪なる列島よ。カペラ、まさかあいつが。慈悲深いわらわが引導を渡してやる。この妖剣の輝きと亜獣の存在の放置を貴様の気概への褒美とする。お前の実力って何なんだ？ほうけていると置いていくぞ、ボング。